そして裁量枠で受けるからといってテストを受けないということはないんですよ。公立高校受験する人は必ず全員テストを受けます。ただ、ね、裁量枠、特に体育的活動で受験される方とか、こういう方はやはり、共通枠で受験する人より合格しやすいと、これは言えるようです。ホームページにはそのこと書いてないんですけどね、まあ実際そうなっています。で、選抜資料としては学力検査、当日のテストですね、それから調査書、内申書というやつです。それから面接、それから、実技検査もあります。特に体育的活動とか学会の適性、環境的活動、こちらは、実技検査必ずついていると思います。で、じゃあ学校裁量枠、これね、やはり定員超えちゃうときなんですよ。じゃあそこで不合格になったらどうなるか、でそこで諦める、いやそんなことしなくて大丈夫です。これ学校裁量枠で不合格になった場合は、共通枠、ね、こちらの選抜に回されて、そちらで合格、ね、するかどうか、これが決まるわけですね。